あるところに王という男がいました。王はどもり餅でした。喋るときに言葉が使えたり、喉の奥の方で詰まったり、そして時々思うように喋れないことがありました。こうして毎日の会話になかなか苦労していたようです。電車乗り場で切符を買うときは、順番に並んでいるそばからそわそわしていました。1の駅、2の駅、3の駅とあって、王は2の駅の切符が欲しかったのですが、2が言えなかったのです。お客さん、どちらまで？どちらまで？3の駅まで。本当は2の駅なのに、その先の3の駅までを買いました。王はその都度落ち込みました。2の駅が言えなかったからって？いえ、そうではありません。どもりを隠すために、本当は言いたくない自分の気持ちに嘘をついていたからです。こうしてなかなか会話に苦労していたようです。そんな王を毎日面白がってなのか心配してなのか、いろんな人が近づいてきました。王さん、王さん、モーニング、今日も一日ハバグッデイ。東の山の方から毎朝ジョギングでやってくる頬兄弟。王さん、ついに聞いてください。地中を流れる水の流れが発見できそうです。こうしてダウジング棒を持っていくと、ほら、ここに水が流れてます。西の町で謎の井戸掘り研究をする宇木博士。今日も食パンが焼けたわよ。ツイストドーナツもいかが。パン屋の売り子さんで、サンバを踊るくねくね姉さん。ある時、町にいるいろんな人たちの喋り方を見ていた王は、ふとその喋り方を真似してみました。するといつもよりスラスラと言葉が出てきたのです。おさん、おはよう。はじめましておおおおです。なんだなんだよ、知ってるよ、びっくりしたな。お客さん、どちらまで？二の駅片道大人一枚ください。ヘイキャッツ、今日もネズミが取れたかい？王はモノマネがとっても得意でした。ところが小さな細かい癖の一つ一つまで真似ができたものですから、こういろんな人のいろんな特徴がぐちゃぐちゃに混ざってちぐはぐになってしまいました。王は困りました。そこでもっとスラスラペラペラ、流暢な息遣いでズバッと切り込んで、ダダンと答えを出す人になろうと思いました。スラ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 、ペラ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 、流暢流暢、ズバッ、ダダン、スラ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 、ペラ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 、流暢流暢、ズバッ、ダダン、スラ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 、ペラ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 、流暢流暢、ズバッ、ダダン。繰り返し繰り返し一心不乱に練習しました。するとある時、服の袖口あたりからなんだかぶら下がっていることに気がつきました。
服の糸がほつれたのかゴミがくっついているのかよく分かりません。このまま引っ張ったら服に穴が開いてしまうかと一瞬頭によぎったのですが、めんどくさくなってそのぶら下がっているものを引きちぎりました。するとそれはわけもなく床に落ちました。それでまたスラ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 ペラ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 流暢流暢ズバッダダンスラ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 ペラ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 流暢流暢ズバッダダンスラ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 ペラペラ流暢流暢スラ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 ペラペラ流暢流暢あくる日もあくる日もそれはもう自分丸ごと粘土で形作るみたいにこれでもかこれでもかと練習しました。するとまた体のどこからかなんだかぶら下がって気になってというよりいつになく憎たらしく思えて力いっぱい引きちぎりました。それでまたスラ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 ベラ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 ついには息の吸い方からまわたきの仕方まで気になり始め呪文のように唱えました。スラ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 ベラ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 流暢流暢ズバダダスラ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 ベラ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 王はどんどん変わりました。しゃべるスピードはスポーツカーのように速く、頭の中で完璧に整理した言葉を順番通りにしゃべれるように、ね、無駄なことは一つも言わないやつだと言われるようになり、立ち姿は自信にみなぎり、高級ブティックのスーツを着てお金持ちの社長さんや宝石まみれのおばさまと大笑いしました。そしていつしか一人になると暗い部屋でじっとしていました。おい王さん、最近顔つき変わったんじゃねえか。ああ、息もしないで毎日出かけていくよ。家に帰っても部屋の明かりもつけないでどうしたのかしら。王はいつもピリピリとして目の下にクマを作ってこわばった目つきで、ついに周りの人も声をかけなくなりました。やがて王の噂も聞かなくなりました。ある日の夕暮れ時、車を運転していた王はいつになく疲れを感じ、ぜーぜーと息が漏れました。だんだんと眠気が押し寄せてきて、ああ目の前の景色が遠くになっていくのが見えた。次の瞬間、危ない！目の前にもくもくと煙が立ち上っていました。すると煙はだんだんと黒くなって、黒い煙がシューッと集まったかと思うと大きな影になって王の目の前に覆いかぶさってきました。王は朦朧としながらその黒い影を見上げると、おい生きてるか、誰だ。誰だって、俺は影だ。影だ、誰の。ああ誰のものでもない影だ。世の中に持ち主のいない影ってのもあるんだよ。あんた俺と取引しないか。取引。ああそう難しく考えることはないんだ。おう、あんた自分の影見てみな。色が薄くなってんだろう。消えかかってる。どういうことだよ。ああ慌てるな。あんたな、自分の影を
捨てちまったんだよ。あんた、どんまりがあったな、しゃべるときにつっかえたり繰り返したり。そりゃあ、あんたの中にいたな、いろんな自分がやっていたことだ。あんたの中には、これまで、こう、前のめりでつんのめってるようなやつや。のんびりゆったりしてるやつや。顔だけ巣穴から出してるタヌキみたいにキョロキョロしてるようなやつまで。そいつらはあんたがこれまでの人生で出会ってきた者たちさ。そいつらがあんたの中で折り重なって折り重なってあんたはこれまでやってきた。ところがどもりに苦しんだあんたはすらすらと踏ん詰まらずに必死になって必死になるほどそののんびりなやつや、つんのめりが邪魔になって切り離しちまった。切り離されたそいつらは行き場がなくなってただの影だけになった。一度切り離された影は二度と戻らねえよ。このままだとあんた消えてしまう。そこで取引だ。俺をあんたの影にしないか。するとどうなんだよ。消えずに済むよ。その代わりあんたの半分が俺になる。半分。ああ、そう来ると思った。それじゃあどうしよう。あんたが消えずに済む方法を教えてやる。 その代わり俺はあんたの言葉が欲しい。あんたの喋り方は人を自分の世界に巻き込む力がある。そんな風にスラスラーっと喋られたら大抵の人間はコロッと言っちまう。そうだろ？俺はあんたの話術が欲しいんだよ。もし俺の言葉を渡したらどうなんだよ。またどもりに戻るのか？どうなんだよ。ちゃんと考えてやるさ。落ち着いて聞いてくれ。あんたの中にな、最後の一つだけ残ってる影がある。それがあんたにとって最後のチャンスだ。俺の中に人、そうだ。もしあんたが自分の言葉を渡すんだったら、その影とうまくやっていく方法を教えてやる。そうすりゃあんたのこと、存在も消えることはねえだろ。やってくれ。よし、取引成立だ。いいか、あんたの中に残ってる最後の影はな、タナムという子供の影だ。タナムは耳が聞こえない。あんたが子供の頃に会った子だ。タナムは目の前で口を大きく開いてしゃべれば、口の形で何を言ってるのかが分かった。そうやって聞こえなくても会話することができてあんたは嬉しかった。その嬉しい気持ちがあんたの中にずっと住み続けてたのさ。それこそ、他の影を切り離しちまった時もその音に気づかずずっとあんたの中に残ってたってわけさ。あんたタナムと会った時のことを思い出せば何その影とうまくやっていくことはできるさ。あんたは言葉を失う。もう、どもりですらなくなる。その代わり、全く別の、音のない言葉の世界で、ゼロから生きていくんだ。心の準備はいいか。今から、三つ数えるうちに、俺はあんたの影をいただいて、言葉をいただいていなくなる。一つ、二つ、
その後のことは誰も知りません。そしてある時、王に一つの言葉が生まれました。ありがとうございました。